はいということで今月も始まりました令和6年8月、はい、渡辺哲也賞対談スペシャルということで、はい、今日は初登場でございます、はいえー、ウルフ村田さんにお越しいただきました、はい、どうぞよろししくお願いいたします、はい、ウルフ村田さんといえばですね、えー、ツイッターなどで、えー、今 X ですか、はい、などでも有名な、えー、専業トレーダーということで、はいまあ、ここのところ株式乱高下などをしておりますがまずウルフさん自己紹介からお願いできますかははい、はい ウルフどうぞよろししくお願いいたします私は1993年に東京大学の経済学部を出て銀行員を7年間やりました、はい、生まれたのは名古屋親が三菱中高に勤めていたので名古屋に生まれて、はい、で5歳の時に東京に戻ってきて中学高校は日本一の進学校と言われる大院中高で大学は 4年間やってる間に株とアルバイトで大学卒業するまでに1000万貯めて銀行員7年間は一切銀行の給料を下ろさずに株のトレードだけで生活して30歳で独立で30歳以降今に至るまですべて株の利益だけで生活するということを行っておりますどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいですね株式だけで食べていける<は>いえということで超銀ですか銀行は？銀です。はあ 商品なくなっちゃいましたよね。一九九八年に。破綻ということで、その後二千年四月からは新生銀行。うん、今の S. B. I. 申請銀行に変わったんですけれど。きり、ね、がいいので、私自身は三十歳で辞めて。それ以降、人に給料をもらったことがない人生を送っております。あ、そうですか。はい、えー。ちょうど、草垣ミンドさんが役員されておりまして。草加、はいはい、さんとは結構親しくさせていただいたんですけれども。はい ええー、長銀の破綻に向かう過程もですね、いろんなことがありました。はいはい、えー、多分この三十年間というのは三十四年間ですか。はい、ずっとバブル崩壊してですね、はい、下がる一方だったんですよね。ね失われた。うん、失われた二十年ということで、私自身も長銀の時、七年勤めている間、最初の二年半ぐらいは不良債権の回収作業ということで、バブルの時に長銀が海外に貸し付けた、特にロシア アルジェリア、はい、アルゼンチンですとかバブルの真っただ中で調子に乗って貸したものが全部不良債権になってそれを回収する作業をやってその後名古屋に行って2年間法人営業をやって戻ってきて三菱商事伊藤忠商事住友商事の担当ということで。金が破綻した時には 不良債権隠してた金額が結構大きかったんですけどーーす、ね、飛ばししてましたもんね,ですね国債貸し付けの金額ちらっとは見てたのでね私もその一端、まあ、全然偉くないので、うん、ダメだったんですけれど不良債権入行して初めて見たときにこれは普通電卓、うん、銀行の電卓で8桁とか12桁とかあるんですけど、うん、12桁でも電卓の数字と不良債権間に合わなくって計算、うん、<laughs> ができないんですよね。計算できない <laughs> きない,っていうとうころから今は 大きな数字でやってても。まあ動じない性格にはなっています。はい、まあね、中国のね、はい、不動産バブル崩壊に比べればね。はい。貯金可愛いもんですよ、ね。可愛い,いもんです、ね。<laughs> 本当<に>私いつも。メルマガで勉強させていただいてて、い前に。先生にお会いした時に、メルマガ購読させていただいて。い私自身は。株のトレーダーと言いながら。経済学部出身で銀行員出身なんですけれど。細かい国際情勢。っていうのは。うん 先生のメルマガで勉強させていただいて、基本的には切った貼ったですとか。はい。まあ、ゲーム。ゲームですね。ねゲームとかスポーツ感覚で投資、まあ、株と暗号資産やってるんですけど、はい、細かい情報は。いつもメルマガで勉強させていただいて、い,いかにも自分が最初から知ってたかのようなう。<laughs> 説明をさせていただいて、大変助かっております、はい。ありがとうございます。私のメルマガですね。はい。 自民党総裁選も当たったんでしょ。当たりました。はい。はい、今日も見ながら来たんですよね。二ヶ月ぐらい前にですね、はい、もう全部予告がされているということで、はい、ええー、まあこれからですね、日本経済はいろんなことが起きるでしょう。はい、で、これから一番の注目ポイントになるのは、はい、多分トレードとしてはですね、はい、トランプトレード？トランプトレード。私も楽しみにしてます。はい。あのこれから十一月の五日、はいはい、アメリカ大統領選に。 トランプよね株と暗号資産両方特に暗号資産なんかやってる人がトランプが勝つとバブルになるんじゃないかっていうことでまあ2種類のトランプ暗号資産に考え方がありまして前回、えー、バイデン陣営を支援したのはブラック・ライズ・マターの運動をやった、はいえー、銀行ですね、はい、シリコンバレー銀行。が 暗号さんも結構やったんですねシグネチャー銀行とともに。はいはい、なのでその辺りがまあマイナスになる部分プラスになる部分、はい、イーロン・マスクなんかとも組むと言ってますねどんなことが起きるのかというのがこれからちょっと楽しみじゃないですか楽しみですね。変化があるのが大事なので為替にしても株にしても暗号資産にしても動かないのが一番まずいんですよね。はい、乱攻撃しないと値幅が取れませんのでどっちに転んでもいい。 どういうふうに波乱してもいいというふうに準備をしておりますえ、まあだからですねボラティリティってこの動きの幅ですよねはい。これが非常に重要なわけですよね、はい、VIX 指数というのがあって、はいえー、これ恐怖指数とも呼ばれるわけなんですけれども、はいはい、これがですね160とか180になるとリーマンに近い状態、はい、そうですね。この間8月5日の日経平均大暴落の時も一瞬 でね <laughs> 一瞬上がって、まあ、そういう時に何をするかということで私なんかだったら個別銘柄だと、まあ、三菱重工業、うん、今優秀な株の投資家だと三菱重工業のチャートを見ながら誰が首相になってもこの辺りだったら堅いだろうっていうところをツッコミ買いするみたいな暫定いけそうな銘柄を見て。 指標にしているところはあります、うん、まあ三菱重工さんって別名ですね帝国さんと呼ばれてましてね <laughs> はい <laughs>、はい。あのいわゆる軍事防衛関連産業なので、はいはい、今世界がこう火種が広がっていく中では、はいはい、やっぱり期待銘柄ということになるわけですか、はい、将来的にも防衛産業だけではなくてさまざまな業種に絡んでますので、うんはい、特に2022年以降の 日経平均2022年っていうのは年初からニューヨークダウン SP500 日経平均エヌビディアもトヨタも下げた年に三菱重工っていうのは逆効高打化してそれまでアベノミクスでも2012年から2015年多少上げたものの天井から4分の1になっててどん底のところから息を吹き返したっていうことで逆効高打化銘柄としても ずっと注目されてましたのでね。その時期、その時期で指標となる銘柄が違って、2019年から2021年の年末まではレーザーテックっていうのが日本の株式市場を牽引してた指標となる銘柄だったんですけれど、2022年の1月からは三菱重工が比較的指標になってるんじゃないかなと思っております。はい、まあ、その指標というのはどういう風に見たらいいんですか？はい、外国人投資家も注目し、美しいチャートで上がってくるということで。 日経平均にしてもニューヨークダウンにしてもあと個別銘柄にしても汚いチャート例えば日本電信電話ですとかトヨタ今チャートが下向きになっているんですけれど、うん、本当に強い時期っていうのはニューヨークダウンにしても SP500 にしても日経平均にしても個別銘柄にしても月足を見ると6か月移動平均線というのが中心になってリズムを言りながら上がっている銘柄が指標となってますので例えば日立製作所 三菱就航最近も美しく上がっているということでトヨタですとか NTT っていうのはいくら有名な銘柄であってもチャートが美しくないので株をやる者にとっては安心して買うことができない逆張りで売買することはできるんですけれど新 n i s に例えば NTT を入れてしまった人は含み損で困ってるなんていうことにもなりますので私自身は何で儲けるかっていうときに6か月移動平均線の上を 推移する時期が大事なんじゃないかなと思って、そういう意味で S P 500、ニューヨークダウ、日経平均すべて、日経全部すべてですね、うん、6カ月移動平均線が右肩上がりでリズムを取っている銘柄だけやるように個人投資家には指導してます。うん、で6ヶ月移動平均線とか美しい、はい、チャートってどういうものなんですか？はい、6ヶ月移動平均線、インターネットで株の探検と書いて株探。 っていうサイトサイトがあって無料でも見られるんですけれど、うん、そこに行って日経平均にせよ個別銘柄にせよ付月,、ね、月足というのを見てみると、うんはい、本当に株が強い時期っていうのは6か月移動平均線の上を株のロウソク足が推移するということでぜひ 確認していただきたいんですけれど、あの、多分この番組ご覧いただいている方って、ほとんど株式知らないんです。はい。ですから、その専門用語が。はい。あのトレーダー向けの方であれば、わかるんでしょうけれども。そうじゃないと、えっと、え、六か月移動平均、私はわかるんですが。そうですね。ご覧いただいている方々がですね、きょとんとしちゃってると思うんですよね。はい。はい。ですから、まあ、あの。 株式の基準銘柄が今、はいえー、三菱重工が大体その基準になると、はいはい、で美しい、えー、上がり方というのはどういうい上がり方なんですか株がわからない方にもね説明いたしますと株で儲けるためには右肩上がり株価が美しく美しま要線の連続そうですねその うん、多分一般の方だとなかなか分かりづらいんじゃないかなと思うんですよね、はいで。私自身無料で本も配布してますので、ね、あこれ全然、ね、宣,宣伝じゃないですよ私の X で申し込んでいただいたら私の本無料で配布してその中に月足のことも書いてありますのでもしよかったらウルフ村田 X と検索していただくとその上に貼ってあるリンクから私月足週足日足を解説する本、うん、即て 送信させていただいておりますので、ましょうから。はい、あとね、あの、いわゆるですね、株式って、あの。ろうそくって言われるものがあって、これと、あと中間で移動平均線っていう線があって。この動きによって、いわゆるテクニカル。技術的な売買が行われていると。はい。で、その技術売買のテクニックとして。先ほど言ったような、6ヶ月移動平均だとか。 突き、はいえー、足だとかさまざまなその指標になるものがあるって、はい、ことですよね。でその指標を見ながらあこれはまだ上がるんじゃないかとか、はいはい、これからちょっとやばいんじゃないかとか、はい、そういうのを見ていくということの理解でよろしいですかでそのテクニックを得るまでのストーリーをちょっと教えていただきたいんですが、はいえー、なぜ株式をやろうと思われたんですか、はい 私の親戚、特に叔父が中学から株をやっていて自分の株の利益だけで大学に進んだということでお金がなくても株で下克上ができるっていうことを教育受けておりましてその叔父は日立製作所の財務部に入って最終的には政務財務部長まで行ったんですけれど例えばお給料をもらうとしますよね。日立製作所かららお給料をもらって さあ洗濯機掃除機買おうかという時に元本を使わずにお給料を1回株買って増やしたもので洗濯機ですとか掃除機買ってたんで<え>あこれはかっこいいなと思ったんですね子ども心に、まあ。なかなかそれできまあまあ右肩上がりの時代ではありましたけどね、はいえー、だけど損する人もいるわけで、はい、株の場合はですね勝つそは全部そうです、ね、はいね、はい、勝ち続けるというか、まあ、負けないといった方がいいんですかね、はいはい 比喩、えー、というかなんかテクニックとかいうのは、はい、あるんですかあ,ありますねそこで難しい時期簡単な時期の簡単な銘柄で簡単に取るっていうことがポイントだと思いますので先ほども申しましたように例えば2019年から2022年までのレーザーテックっていうのは非常に強くって株価右肩上がりでそれ以降はバトンタッチして三菱重工が美しいチャートで上がり始めて。 個別銘柄であってもどん底からの右肩上がりの銘柄であったら失敗しませんので、まあ、新ニーサの考え方とはちょっと違うんですけれど、うん、簡単な時期の簡単な銘柄を簡単に取って分からない時期の銘柄は触らないっていうのが一番簡単なんじゃないかなと思いますので経済情勢だけの勉強だけじゃなくってコツコツ投資もいいけれど大相場があるときにはきっちり参加するっていうことを国民の皆様が参加するとちょっとの勉強で。 リターンが大きいのでぜひ経済情勢のお勉強だけじゃなくって株のお勉強も若干取り入れるとチャンスが来たときに例えば桜インターネットなんていう銘柄は昨年の11月12月から今年の3月までたった4ヶ月と10日間ぐらいで株価10倍になったんですね、うん、定期的にお祭りのように大きく上がる銘柄があって中にはマ丸製銘柄って言って政治家の方が 政治資金を作るのに使ってるんじゃないかと噂される銘柄もね複 <laughs> 数ありますのでまあ噂だと、まあ、例えば住石,石ホールディングスっていう筆頭株主株式会社ア生の銘柄も短期で10倍になっててほんの半年ぐらいでね10倍になるような銘柄っていうのを定期的に出てきて、まあ、東京電力なんかもそうなんですけどまあ噂の範囲ではあるんですけれど。 土壇期で大きく上がる銘柄っていうのはそこだけやってあとやらないっていう方式もありますのでね新ニーサでコツコツ株やるのも大事なんですけれど月足の勉強をすると、まあ、無料で勉強できますのでね、まあ、投資としては2種類のタイプがあって、はい、今政府などが進めてるのが新ニーサですよね。で新ニーサの基本的に、はいえー、毎月積み立て型。はいはい ニーサっというのは基本的に手数料がほとんどかからずに、はいえー、そしてほとんどがインデックスと言われる安定投資商品なんですよね、はいえー、例えば株式の日経平均というのがあります、はい、日経平均の、えー、ETF、はいえー、日経平均が上がるか下がるか株価全体が上がるか下がるかだけで売買、えー、していくで毎月買っていきますから、はい、決まった額を、はい、そうすると平均点が出てくると。 で、それがですね例えばインフレが三パーセントだとしますはい。それが四四パ、パパーーセセント五ントで回ればはい。インフレ率より高いので、はいはい、ええー、現金預金で持ってる現金で持ってるよりも はい、得したっていうののが新型の考え方ですよね、はい、基本的にもう一個こちらにあの新型 NISA には毎月積み立て以外にも個別銘柄を買うというのもあって、はいはい、これも比較的安定銘柄中心という形になってます、はいはい、インデックスが中心になりますからね。はい、インデックスっていうのはさまざまな株式を取りまとめたり、はい、債券などを取りまとめたものをインデックスっていうわけですよね。それと いわゆる村田さんがやるような勝負の世界で <laughs>、はいえー、どの銘柄がいいのか、はいえー、そしてそれはテクニカルでロ、えーソク、はいえー、っていう波形などを見ながら、はいえー、また噂話などを聞きながらこれが上がるんじゃないかとか、はい、これ将来下がるんじゃないかとか、はい、いう予測をするわけですよね。はい、こののの予予測測肝肝はは何なんですか、はい予測の肝 相場が発生するときには単なる株価だけではなくて出来高急増ですとか売買代金ですとか大相場になる要素っていうのはいくつかありますので株で本当にお金持ちになっている人って別に高学歴だったり高知能だったりするんではなくってパターン認識で大相場を取っている人が多いなっていうのは最近気が付いているところですので大相場の予兆をとらまえて大相場が終わるまで。 まあ時には、ね、3年間で30倍なんていう相場もあるんですけど短期だとね1か月で5倍10倍、まあ、取りやすいのだと4か月半年で10倍の方がねおっとりしている人でも取りやすいと思うんですけどパターン認識でボーナス的に大相場を取れば少資金の方でも比較的短期間で例えば老後資金2,000万円と言われていて2,000万円もない方まだ運用資金が10万100万の方でも コツコツ投資じゃなくても老後資金二千万ぐらいはね大きく稼ぐこともできるなっていうのが個人の感想ですまあね、それはね村田さん、はい、才能がある方とない方がいらっしゃいましてね勝ち負けがどうしても出ちゃうわけですよねどうしたら負けるんですか逆にと、はい、私が見てて負けてる人っていうのはチャートを見てない人も多いんですねあと高値で買ってるんですね、うん、富士山登山する時も樹海から登る人はあんまりいないと思うんですけど 5号目まで車で行って6合目7合目8合目で頂上まで行って下山してくるんですけれど株の勉強してない人っていうのは5合目からじゃなくて8合目9合目から富士山に登り始めて頂上に着いたはいいんですけど滑落して5合目除海まで落ちてる人が多いので下山につきあわず 富士山の頂上からヘリコプターで東京まで脱出するみたいな感じでチャート見てないと今時間が自分が置かれてる位置時間軸も分かりませんのでね登山してるのかなと思いつつ、うん、富士山の頂上から滑落している人が結構多いので会社の中身だけじゃなくて例えばトヨタもそうですよねトヨタ好きな人愛知県に行くとトヨタの好きな人多いんですけれど。 トヨタは今年1月からずっと下がってしまっているので、トヨタだけやってる人は株で損してるわけなので、自分の好き嫌いに関係なくチャートでも取り組むことが勝率を上げるんじゃないかなと思っております。うん、まああの、まあ株式の場合上げもあるし下げもあるし信用売りもあるし、はい、といろんなテクニックがあるんですが、はい、なかなか一般の方はそこまでたどり着かないわけですよね。はい、で、まあよく言われるのはですね。はい 情報っていうのは知る人が多くなればなるほど無価値化していくわけですよね。はい、で例えば業界紙にちらっと載った、はい、これはまだ上がる見込みがあるわけですよね。はい、でそれが、えー、経済誌日経新聞に載った、はい、ほとんどもう頂点ですよねそれ。はい、でさらに、えー、一般誌まで載っちゃう。はいはい、そうすするとみんな知っちゃってますから、はい ここのところって完全にに込み相場になるわけですよね、うん、基本的には。はい、だってみんな高い値段で売誰か買,買ってもらわないと、はい、売り先がないと商売成立しませんから、うん、でテレビなんかでワイドショーとかでやったら、はい、もう買う人がいないと、はい、もう頂点から転げ落ちてる最中だということでいいんですかね、はい、大体。ですねで今おっしゃっていただいたように頂点。昔は日経新聞に載るとその朝 特別高いところから始まって落ちることも多かったんですけどゆっくりねリズム取りながら上がるような銘柄であったらニュースが出た時に買わずに一旦落ちたところで買えばリズムが取れるっていうこともありますのでほんのちょっとの勉強でこんなに儲かるものっていうのは少ないんじゃないかなと思いますのでね特に少子金の方なんかだったら株やっても株やるお金もないよよ。くアンケートを取ると株やっっててない人ってい人うのは 運用資金が小さい方および知識がないから自信がない方も多いんですけれど今かぶって1万円2万円5万円からでもできますので1回お勉強してしまうと、まあ、私たちみたいにゼロから始めても大きく儲けて自由にお金が使える人が増えるんじゃないかなと思っております。はい まああの売る人がいて買う人がいて株式が乱高下する、はいはい、で今のような個別銘柄の買い方もあれば、はい、まあ全体的なマクロで見るとですね、はい、先日8月5日大暴落が起きた、はい、この大暴落のプロセスって何だったかっていうと、はいえー、まずはですねコンピューター取引が今すごく大きなウエイトを占めている、はいはい、でインデックスと言われる。 株式のいわわゆる組み合わせ商品ですね、はい、これがかなりの大きな株価に影響を与えるウェイトになっている、はい、で要はですね日銀が0.25%利上げしましたアメリカの経済指標が悪かったです、はい、でキャリートレードっていうのがあるんですが、はいえー、日本でお金を借りるとほぼゼロ。はい えー、南米やメキシコなどの安定した国債だと11%、はい、そうすると日本でお金借りて南米にお金入れてるだけで、はい、年間11%もうかるという商売があったわけです、はいえーでこれがですね利幅がなくなっちゃって急激な円高に動いちゃったもんですから、うんはい、全部生産されて、はい、東京マーケットが、はい、ニューヨークが。 金曜日で終わって朝一の大きなマーケットが東京なので、はい、東京でニューヨークの調整が全部来ちゃったと、はいはい、でコンピューターが、えー、ハイフリークエンシートレードっていうんですが人間の目で見るよりコンピューターって1秒2秒早い。はい 速度を見てるわけですよね、はいはい、で下がるっていうのを見てるからコンピューターが売って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 って、はい、売りを繰り返しちゃって大暴走しちゃったっはいオーバーシュートしやすいんですよね今の相場は、はい、上,げの上げのオーバーシュートっていって直前日経平均が4万2000円までいったと思ったら今度は下げのオーバーシュートになって大暴落投資やる者にとっては先ほども先生おっしゃってたボラティリティ変動率っていうのは大事なんですけれど 今年投資始めた人はびっくりしちゃいしちゃうそうでね日本のね株式この前もお自民党の金融部会の方に申し上げたんだけど、はい、NHK なんかも株価しか表示しないんですね、はい、340、はい、いくら上がった下がった、はい、ところがね民主党政権の時みたいに7,000円で1,000円下がったら、はい、それは大騒ぎだけど、はい、今4万円相場じゃないですか大体。から3パーって これ毎日の微変動の範囲なわけですよ株価としてははいそうです,うですってことは4万円かける3%って1200円ですよ、はい、800円上がったところで2%ですよそうですよ大したことないですね大したことないですね <laughs> 実は大したことない、ね、そうだからねあの最近ねテレビ見てて僕思うんだけど、はいはい、あの株式の場組もそうなんだけど、はい、日経平均株価いくら上がりました下がりましたって800円高騰しましたとか1000円高騰しました それ一万円の時線円上がれるね。大、ね、騒ぎのお祭り騒ぎだけど。大体、はいはい、ね、二三年に一回10。十パーセント前後の調整は。変動期として起きるんですよね。はい、確実にそうです、ね、もうイベントで定期的なイベントですね。そうですよね。二千二十年三月の。新型コロナショックの時もそうで。で。株多少勉強すると、まあ年足月足の移動平均線っていうのを見ると。 60か月移動平均線というのが5年移動平均線なんですけど2020年3月の時にそれをちょっと突き破ってまた戻っていったということで慣れてる人間にとっては定期的に来るショックや靴でいかに儲けてやるかっていうねまず、あ、はゲーム的な感覚。ああのー <laughs> っていう人と、普通のニーサとかやってる人で、今回びっくりしちゃった人が多いと思うんですよ。ところがですね、株式というのは、だいたい二三年に一回2、二パーセントから三パーセントぐらい。十パーセント程度の、えー、調整は当たり前で、はい、毎日二、三パーセントっていうのは当たり前なんです。はいはい、なぜかというと。 東京で始まって寄り付きっていうのがあります。東京で終わります。これは世界のマーケットオーストラリアの方が少し早いんですが、大型マーケットでは最初なんですよね。そうです。その後中国に渡り、ヨーロッパに渡って最終的にアメリカに時差があるから渡っていく。この間東京は三時で終わったつもりなんですが、今場外市場だとかインデックス先物っていう形で。 海外で終わったはずのマーケットの商品をずっと売ってるんですよね、はい。そうです。時間外取引っていうのがまず15時から。 始まって16時でその後時時半から始まって24時で先物はさらにその後もずっとやってるっていうことで海外市場で東京のインデックスも売ってますからねですから結局ですねそうすると24時間こう動いていくじゃないですかこの間に23%上がったり下がったりっていうのは、はい、普通の微変動の範囲なんですよね,ですねで。ところがこことここだけ見ちゃうんで、はい、みんなびっくりしちゃうわけうで,す、ね、ですよ。 なのでコツコツ投資の方もコツコツ投資で大底でぶん投げてしまうとせっかくコツコツ投資やった意味がなくなるので暴落が来たらチャンスなのでさらに従ってもいいようなほんのちょっとでいいんですね今は百株じゃなくて株っていうのは単元未満株で一株でも買えますのでちょっと追加で買ってみると気が晴れるところもあるかなと思ってますあの単元未が未満株っていうのは。 あの株式の配当がもらえる最低株数これ今100なんですかね、はい、昔は1000だったんですけど。っていうのが基本的な日本株の単位なんですけど最近は賞金の人向けに1株から特別買えるっていう証券会社が増えてきましたのでね、うん、楽天証券ですとか SBI 証券で、まあ、暴落のさなか怖いしさらに下がったら損しちゃうなっていう怖さはあるかもしれないんですけど暴落の時に。 例えば株を、ね、1,000円だけとか追加で買ってみてそこから大きく切り返したら得した感じになるしっていうことで、まあ、暴落の使い方っていうのも分かると暴落が恐怖ではなくなるんじゃないかなと思って提案させていたただきました、ね、あの僕もこの番組でですね金曜日、えー、暴落が起きる、はいえー、その時にですねその説明をさせていただいてどういう仕組みでも暴落をして、はい、ただしこれは。 あくまでもコンピュータトリックという空売りの、はい、空買いの生産なんでね、はい、信用買いの生産なので戻りますよとで結局信用で売ったら現物を買って決済しないと利益が確定しませんから、はい、売りが出た時には必ず買いが来ますから、はい、ですから戻るんですよね、はい、一旦は、はい、ですからこの底値で えー、買うと戻りで儲ける人がいるっていうことですよね二、はいねはい、番底があろうと一旦戻りますんでね今回の8月5日の暴落でも一旦は株価戻ってますのでもう利益確定している人も多いと思うんですけど暴落の処し方っていって定規で当てたようにずっと下がっていくっていうものではないので。 リーマンショックの時もリバウンドしながら落ちてったっていうのもありますんで何回もしつこくやるとやられてしまうかもしれないんですけど歴史は繰り返しますのでね多少の過去そんなずっと30年分全部のチャートを見ろとは言わないんですけど歴史に残る暴落のところの戻りのチャートを見るとなるほどなと仕組みに気がつかれるかなと思うんですよねあの日本のの、ね、長期チャートといいうのがあるんですす、はいはい、用意していただけますかね。 いつも使っている長期チャートっていうのがあると思うんですが後で出していただきましょう、はい、そうするとですね世界の情勢がどのように動いているかっていうのが、はい、チャートに現れてくるわけですよね、はい、で、えー、日経平均、えー、バブル期最高値3万8915円、はいえー、これがですね砂漠へ行こ行で覚えてるんですけれども。はい これがですね34年前の12月の末に、はい、大納会の日株式が閉まる日一番高かったそれじゃなくてですねいいです後ではい、えー、ということで一番高かった、はいはい、ところが翌年の始まったマーケットが始まった時に大暴落したわけですよねちょうどよく覚えてて私自身も大学生だったので街中はまだ 株が下がったことを反応してなくってまだ浮かれてたんですね、うん、株が一橋お先に暴落し始まってこれはやばいんじゃないかとね雰囲気になったんですけど街中のまだバブルの雰囲気っていうのは残っていて日経平均が株って早いんですよね株は早いので1990年の1月から下げ始めて私自身もあれ街中はまだすごい盛り上がってて学生のアルバイトで 1時間3万円なんていうのも普通にあったので、うん、学生アルバイトですとか街中の雰囲気よりも先に日経平均がいってしまったっていうのは記憶にすごく残っててゴルフ会員権もそうですね,ですねあの株式っていうのは、えー、決済が3日なわけですよね。はい それに対して不動産とか売買に時間がかかる株式は非常に早い段階で換金、はいえー、現金化もできるということで、はいえー、最も最初にその影響が出やすいって言われているのが、はい、株式とか債券と言われているわけですよね,ね、はい、で、1989年バブルの頃ですねいろんなことがありました、えー、私も経験してますけれども、はい、六本木行くと桃のマークのビルだらけで、はい 陶芸者っていうのがあってモ、はい、モビルがあって本当に一万円札を振りながらですね、はいえー、タクシーを呼んでいたような記憶がありますが私自身もそれよく見ましたタクシー乗れないのでね、うん、う現金持ってるから乗せてくれっていうことで一万円振ってる人はよく見ました、はいまあ、そういうい時代がですね、うん 今から34年前、はいはい、そこからですね日本経済どん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 こう落ちていった、はい、まあこれ世界的なトレンドとして何が原因だったと思います、はい、この失われた20年34年34年はい、はい、私は、まあ、チャートを見てますのでねどういうサイクルで株が上がってくるのかっていうのも見ていてその分 日本経済っていうのはちょうど私が生まれた年あたりから1970年代80年代90年代大きく上げてきて特に80年代90年代20年間上がったので、まあ、チャート的に言うと N 波動って言って1990年から20年間かけて落ちてっていうとちょうどアベノミクスが始まったのが2012年なんですけれど大きな波動の中では20年上げて20年下げてで その後20年上げてもおかしくないなって言って波動論でも解説できる部分があるんじゃないかなと見てますので今回アベノミクスが始まった2012年プラス20年っていうともしかしたら絶対はないですよ絶対はないんですけれど失われた20年分今回上げ下げしながらでも相場のサイクル論として20年が上げてもおかしくないなっていうことで細かいことは細かいこととして相場の景気のサイクルとしても 20年間上がるんじゃないかなって昔から言われてたので今回バブルのの高値は抜きましたのでね、うんまあ、あのアメリカはずっと上がってたわけですよ。はい、でリーマンの時に最安値つけて、うん。はい ところがですね民主党政権始まって3年間こんな本当に生きてるか生きてないかのようなもう真っ平らに近い状況になって、はいはい、で7万七5 0 0円ぐらいまでいったのが7000円ぐらいまでいったのかな、はいはい、それが、えー、野田さんがですね、はいえー、選挙。 解散と言った瞬間に株価が戻しましてね1万円までいきまして急激な円高から円安方向に進んでそこからまあアベノミクスに向けての期待感が株価を支えてきたということでただ安倍さんいない今の日本でさてどうするのかなっていうのはありますよねここから何の策があるのかなっていうのはあるんですけれど。 単に経済良くするだけじゃなくって、何か見えない力が働いてるんじゃないかなって話もありますので、日経平均が上場来高値更新した時ももうダメじゃないかっていう意見もあった中、するするとね、日経平均四万円四万二千円超えたので、うん、条件次第では、まあその条件が何かっていうのをみんな知りたいと思うんですけど、どうにかこうにか超時があってしまうっていうことも何回も目撃したので、うん、日本の経済が良くなるか良くならないか別にしても、何か力が働けば。 日経平均が5万8万になる可能性も残されていますのでね。さあその要素が何なのかってところですよね。だから逆に言うとですね、まあ、マクロの経済の話をさせていただくと、はいはい、1989年、はい、この年はですね、ベルリンの壁が崩壊し、そしてソビエトが崩壊し、はいはい、いわゆる東側と西側の壁がなくなったわけですよね。はいはい、それによって何が起きたか、はい、壁がなくなったので。はい グローバリズムが始まったわけですね先進国水槽があります先進国高いです新興国低いです壁がありました東側西側でスコーンと抜いちゃったわけですよ抜いたらどうなります高い水はストン落ちてきますよねで結局ですね日本の高い人件費で作る同じもの中国で日本企業が作った同じもの中国の安いでしょはい 中国から入ってくるでしょ。はい、日本企業を下げなきゃいけないでしょ。はい、これによってこの負のサイクルと、要は中国そのうち中国企業が中国自身で作り始めて、はい、日本企業のものをカニバル食うようになる。はい、で、これ全体的にデフレで物価がどんどん下がってたんですよね。はい、その中で日本国内が空洞化していったというのが、はい、この三十三十二二十何年間で。はい アベノミクス、そしてトランプによる中国との乖離、隔離。そして、コロナによる物流遮断。はいはい、で、これで今、日本に、製造業ず,、はい、ずいぶん戻ってきてますよね。そうですね。やっぱ、りこのものづくりの国で、ものを作れるようになると、はい、こうファンダメンタルズが。はいえー、やっぱり、改善されてくるわけですよね。はい、で、このファンダメンタルズの改善が。 株価を支えているしこの前の株価の、うん、上下もこれ、はい、テクニカルな金融的な取引の問題であって、はい、経済の問題じゃなかったわけですよ、はい、どっかの会社が潰れたとか不動産バブルが、はいね、壊れたとか、はい、なので結果的には単なるテクニカル問題で解決してしまったっていうのが多分私の感想はどうですか、はい、私自身も今回の先のオーバーシュートで何らか。 ガス抜きしなくちゃいけないタイミングでもあったし円形デートレードもそうだし個人の信用改ざんが積み上がってるところもあったし<う>上げのためのしゃがみ大きく上がるために株価って上がるためにはしゃがまなくちゃいけない局面があって最近株買いにくいなと思ってたんで適宜しゃがんでもらった方が 新規参入の人が買いやすいですからね。もうそうだし、あの株価ってこう、ずっと一直線に上がるとですね、調整がなく上がっていくっていうのは、これ不自然な形で、完全なバブルなんですよ。単なる資金が余って、資金のダブつきによって生まれたもの。で、これをですね、一定期間で調整して、銘柄、例えばトランプが勝つと、石油とか化石燃料銘柄は当然上がるわけですよね。鉄鋼とか従来ビジネスが上がるわけですよね。で、これもし。 えー、バイデンじゃなくてカマラハリスが勝つとグリーン銘柄 ESG 銘柄、はい、EV などの、はい、石油関連でないニューエネルギー銘柄、はい、グリーン銘柄が上がるわけですね、はい、これが銘柄の入れ替えも起きるわけですよ。はい、こういう調整期が何回もあるわけですね、はい、調整期を経ながら株価は新たに形成されていくだから今まで引っ張っていた牽引されていた株式銘柄が 落ちても他の銘柄がが今度上がるんで、はい、そこここのの調整機がこの踊り場っていうことでいいいうででわけですよね私はこれ皆様楽しいのでぜひやっていただきたいと思うのは暗号資産もそうですねビットコインのチャートを見るとずいぶん昔からビットコインやってる人なんかはご存知だと思うんですけど大きく上がる時期下がる時期が結構長期間で繰り返されてますのでね。うん、ただ新規参入 株だと株主の入れ替えっていうんですけれど暗号資産もそうですずっと持ってて定規で当てるように上がるんだったら全員が儲かりそうなんですけど逆に上げ下げがある方が儲かるようになってて高値で利益確定した人がまた安値で拾い直してってことの繰り返しによって個人投資家がお金持ちになっている部分もありますので知らないとね毎回ド高値で突撃して株投資なんてもうやらないって人も多いんですけれど大きなうねりが分かれば うん、一旦安いところで買って高いところで繰り返すを繰り返せば暗号資産でも株でもコツが分かれば儲かりますので単なる経済情勢だけではなくって株式とは暗号資産の違いっていうのは株式っていうのはその会社というものの。 え価値がある程度こう元があるわけですけど暗号資産というのは非常にテクニカルに上がったり下がったりするっていう特徴があってまあ元がないですからねあの指標になる元本が。という特徴,特徴があってまあ2種類ちょっと違うただし波形が同じように動くことがありますからね連動して、はいはい。アメリカのの選挙でも暗号資産いいうは論点になるぐらい やってない人でも見逃せない論点になっていることは間違いないのでね、はい、暗号師さんこれだけトランプさんが発言したり暗号資産の人たちを自分の味方につけないと選挙にも影響するっていうような流れなので私自身もトランプさんが勝っていただけば一時的に暗号資産バブルになるだろうしそうじゃない時には一回下がっちゃうのかなですとか今日も見ながら選挙の動向を楽しみにしておりますので皆様もぜひご一緒に。はい ということで、渡辺哲也賞ウルフ村田さんにお越しいただきました。これからメンバーシップとなります。